皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日は何の日でしょう？そうだね、月末なので私のお給料をご馳走に当てる日です。で早速本日のご馳走魔法で出します。いやー、中トロ尽くしです。お寿司食べる動画とかちょこちょこやっては来たんですけども、こんなに中トロ尽くしですよ。ちょっとカメラ撮りますか、近くで。カメラふわさん、手前がネギトロ軍艦で、で真ん中のこのピンクが中トロですかね。で横にサーモン、他にこうずらーっとある感じです。めちゃめちゃ美味しそう。これはたまんないですな。オッケー、よし、取り終えた。早速食べますか。いただきます。やっぱこの中トロちゃんですかね。これですよ。見てください。輝き。テカテカに光ってる。やっぱピンクなんですね、薄いやつ。美味しい。美味しいわ。口の中でとろけるんですけど、やっぱ中トロだけあって、少しの弾力は残ってんですよ。一番ちょうどいい。やばい、涙出そう。次は。中トロ軍艦。これも最高でしょ。ネギトロ好きの私にはたまんないな。美味しい。サーモンも。サーモン私好きなんですよ。これは通常料金のサーモンだから、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、中トロちゃんにはもう及ばないんじゃないかなと思います。中トロも美味しいけど、サーモンも好きですね、やっぱり。もう一丁。中トロ。一貫いくらだっけ ?300、400円ぐらいするんじゃなかったかな。実家にいる時はあんまり食べれなかったんです、お寿司。お母さんが外国人で生物が苦手だから、あんま行かなかったんですよね、家族で。今こうして一人暮らししてバクバク食べれるのは気分上がりますね。これイカ。大人になって食べれるようになったアナゴさん。今から食べますよ、フーダ君。うこの上のタレとかもめちゃめちゃ美味しいですね。甘くて。私初めてですよ。中トロの軍艦なんて。今まで普通のネギトロ軍艦ただ食べてたんですけどね。ダメだ。食レポになんない。黙っちゃって。なんか美味しいもん食べるときって、こう喋りながら食べると、美味しく感じたい脳の部分が切り替わんないから、黙っちゃうんですよね。涙出そう。美味しくて。これ、なんだろうこれ。これ、なんですかね。なんかあります。エビの、こんがらがった感じの。マヨネーズかかってんな。これめっちゃ美味しいわ。なんか外国の方も好きそうなお寿司。なんかいっぱいね、エビがコリコリして一つ一つにちゃんとマヨネーズ絡んでるんで、これ美味しい。ネギトロまだいっぱいありますからね。まだネギトロ系4巻ありますから。え、
たまんねえな。中トロ何枚だ。なんだろう、お腹いっぱいになんない。どうしよう、これ足りるかな。エビちゃんも行きましょうか。ゆでエビ。美味しいんだよね。あ、崩れた。マジか。分離した。ご飯が半分に。美味しい。あれ？なかなかピンと合わないね。マジか、早いな。中トロちゃんは最後の1個ですよ。お腹いっぱい。地味に来るな。中トロ、結構来ますね、後から。もし、この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram もフォローお願いします。そしてサブチャンネルは最近毎週土日に更新してます。メインチャンネルが基本土日をお休みにして、で、そのお休みした日にサブチャンネル更新するみたいな感じのスタイル撮ってるんで、そちらもぜひ画面の下からチャンネル登録お願いします。メインでは話さないような結構真面目に話してる部分とか多いんで、ぜひそちらも覗いてみてください。また次の動画でお会いしましょう。結構お腹いっぱい。映像使わないもん、これ。え、映像使ってほしいの？別に。なんで？なんだ、だってこの格好嫌じゃん、お腹じゃん。これ、ママの、ママ吉のベッドの上なんですけど、今。なんか、最近さ。映さない。今日は止まらないのかな、だって。なんで、パパが？止まんないよ。どんな文章で来てんの？なんで止まってほしいの？止まらないと思う。止まんない。帰る。明日仕事だし。止まらないと思うって言うか、止まんないですよ。どうして？あ、なんか書いてるよ。帰るの大変だから止まればいいのに。なんで。なんでだって別に帰るの大変じゃないっすよ。帰るの大変じゃないよ。全然帰るの大変じゃないですよ。大丈夫だって。大丈夫だよ。ね。あんたかもそうやって撮ればいいじゃん。そう。こうやって。うん。うん、ちゃんと映っていいじゃん。チョコの顔認識してる。ていい顔だと思われてるカメラに。人の顔だと思われてる。ね。これでいいじゃん、これでいいじゃん。撮っていいじゃん。うん。あの、今回さ、話聞きたいのが、うん、ママってさ、チャンネル始めたじゃん。うん。なんか、これからワクワクするとか、それとも、不安とか。不安。え、不安なんだ。どっちかというと不安だな。なんで？え、かわいい。ちゃんと、うん。いつまで、皆さんがこう、子供さんの選ばなくていいよ。うん、温かいで見守ってくれるのかなとか。なるほどね。なんか、いろんな心配があるの。はあ。かわいい。いつまで続くのかな。ママが好きなように続ければいいんじゃない。ママ的には全然もう本当にこれから先ずーっと続けていきたいと思うんだけど、うん、問題なのはそれ上がるのかなっていう。いいじゃん別に、上がるも上がらなくても楽しんでやればいいんじゃない。まあね。うん、別にそんな重く、うん、考えなくていいと思うけどね。なんていうのかな、やっぱり最初だからかなと思うんだけど、なんかどうも力とか。そんな、最初から力なんて出せるわけないじゃん。なんていうのかな。どうしたらみんなをこう楽しませてあげられるのかなっていう心配。そこまでやんなくていいと思うよ、別に。だって、今って。あんまり面白くないと、飽きられたら嫌じゃん。多分そんな期待してないと思うよ。いい意味で。ママに。だからママの、なんだろう、普段の感じが見られればいいんじゃない？そんな期待してないって。だからママの普段の素顔
を見せたいの。だからそんな気持ち入れなくていいじゃん。そういう感じで楽しませようみたいな。なんとなナチュラルにいいんじゃない今みたいな、うん、だったらいいかなと思って。深く考えすぎでもそれじゃあなんていうのかな、うん、つまんないんじゃないかなとか。え、なんだそれ、矛盾してんな。だからどうしても思ってしまうじゃん。普通にしてればいいじゃん。まあ普通にしたいけどね。うん、別に楽しませようと思ったら滑るだけだよ、うちらは。だってうちもさ、ママもさ、なんかね、楽しませてあげたいっていう気持ちの方が強いのよ。そんな狙って楽しませられるなんて芸人さんぐらいだよ。だからすごいんじゃん、私は。無理無理、うちらまだ芸人になれないもんね。うちらそんな器用じゃないですよ。別にいいんだよ、そんな。まあそんな感じでママ吉の気持ちでした。なんかね、最近ね、風邪ひいたのかわかんないけどね、声が低くなったんだよね。低くなった？うん、まあいいや、バイバイ。へー。